ソハーグは、エジプト中央部のナイル川西岸のソハーグ県の県と。ソハーグは1960年から県とで、それ以前はギルガが県とで、県名もギルガ県だった。かつてはエスナ県も含んだ。2012年、の人口は約20.1万人。ローマ帝国時代のミイラが見つかっている。コプト正教会時代には白修道院の僧が住んでいた。1960年、 ギルガ県がソハーグ県に代わり、県とが移ってきたことで、村はソハーグと改名された。ソハーグはナイル川の西岸の肥沃な土地に位置する。アフミームの南西6キロメートルに位置する。大きいが、人の住まないカラマンエズザフル島と、小さいが数軒の家があるエズザフル島もソハーグに含まれる。観光客は少ない。貿易や絨毯、家具、宝石。 砂糖産業が行われている。行政と教育産業の規模が比較的大きい。イスラム教スンニ派が多数派である。少数だがコプト正教会信者もいる。ソハーグは東地区と西地区に分かれる。砂漠気候に属する。アラビア語サイード方言の方言連続体が用いられる。都市住民はアラビア語エジプト方言を話す。ソハーグは ギーザや北の都市と三本の主要道路で結ばれている。2010年2月、航海に面する古ガ田との間に高速道路が開通した。これにより、上、エジプトと航海地方の交通が改善した。同年5月、ソハーグ国際空港が開港した。公立のソハーグ大学は、東地区にあり、4万人以上が学んでいる。南谷大学の分校として設置されたが、 2006年に独立した、現在10の各部がある、ソハーグ競技場、ありがとうございます。